兄のシュースケと弟のコロスケです双子でやってます薄暮れですお願いします,しますありがとうあのですね、はい、ちょっと怖い話一本でもねこれできたらいいなと思いまして怖い話ですか、まあ、夏も近づきますからね<ー>ちょっとここで試させていただいてもいいですかねあ、あじゃあみんなでね聞きましょうかょすみませんねはい。あのですね、うん、タクシーの運転手が振り向いたら その女性がなんか消えててシートがびっしょり濡れてたっていう話なんですけど、うん、あのですねそこから完全に陥家行ってないから大丈夫その後話し続けられるこれ聞いたことありますあのタクシーの方がね乗せたら、うん、その女性が消えたっていう消えたというかまあなんか あれしょ最後シートがびしょびしょだったっていうああ<ー>、うん、んか有名な話だし、うん、じゃあちょっともう一本あるんでいいですかね違うのがいいよ「あのお前だ!」って最後オチになるっていう話もう言っちゃってるよえだから話し続けられます 一応用意ししてんででいいですかねねじゃあ続き,きましょう、ね、あの僕、はい、あのコンビニでバイトをしてるんですけども<う>ちょっとねあの賞味期限切れたおにぎりとかをこう登録するっていう作業をね、うん、夜中やってるんですよ。はい、でそしたら終わった後に店長から LINE が来まして「ツナマヨのおにぎりがなんか30個廃棄になってるけどこれ誰がやったんだ」と。で「僕がやりました」って言ったら店長から「 お前だーっていう LINE が来たんですよねそりゃそうでしょうもう震えが止まんないですよ本当にね店長が怖かったっていう話ですかあと「お前だ」という前に「僕がやりました」って言ったんですからそれは「お前だ」ですよそうかじゃあちょっともう一個あのですね、うん、これはオチとかないんですけどもダメだよやめ,やめてしまえやめた方がいいですか、うん、まあでも続けますね あのコンビニでですね僕アルバイトしているんですけどもまたコンビニですかはいそしたらですねちょっとあの仮眠をねあの23時から僕働くじゃないですか知ら,で知らないで、まあ、その前にちょっと寝たんですよ、はい、家で、うん、そして気が付いたら朝になってましてでなんか店長から LINE が来てたんですよねであの昨日シフトを飛ばしたのは誰なんだ っていう連絡が来まして僕ですっていうふうに返したら店長から「お前かー!」っていうふうに連絡が来たんですよお、ね、ち一緒じゃねえかよ <laughs> あと「お前か!」という前になんで私がやりましたって自白するんだよ震えが止まらなかったんですけど、ね、だからまた店長怖かったの話でしょいや階段とかじゃないんだよちょっと難しいです、ね、エピソードトークじゃねえかよ、えー、じゃあちょっとあなたできます その怖い話、急に振るんですか。はい。あ、じゃあちょっと僕が思い出した話していいですかね。俺しなくていいんですか。はい。あの僕ですね。うん。あの東洋館というですね、寄せに立っているんですけれども、まあ、我々の普段漫才をやってるところです。はい。はい、そうなんですよ。えー、でですね、あのちょっと勝浦の師匠がいるんですけれども、はい。違うライブで、あの人勝浦なんですっていう風にばらしちゃったんですよね。はい。そしたら、うん、その師匠から一通の 着信履歴ありまして、うん、それを取ったんですよ、うん、そしたらカツラってバラしたのをお前かっていう風に来たんで、はい、僕ですっていう風に返したらあ<ー>お前かーっていう風にめちゃくちゃ怒られたんですよね、うん、お前しょっちゅう怒られてんなこれ怖い話ですよね怖い話っていうかお前だからな原因全部 お前がそのなんか配給の登録間違えたりとか、寝坊したりとか、はい、あとそのカツラだっていうの勝手にバラしたりとか、はいお、お前だからな原因が。全部お前だ。えじゃあもしかして、この舞台も変な空気にしたのも、お前だ。いや俺じゃねえよ。<laughs> なんで指さしたんだよ。でも皆さん、この漫才のすごい怖いところは、オチを。 用意してないってことなんですよね。おおこわ、どうもありがとうございました。